で糖分をね、入れている間に、動画自体は、今、100本超えたのか、ストックの分とね、予約してある分と合わせたら、今102本、動画投稿ができてます。時間は、14時20分ってことでね。まあ、いいペースなのかな。結構な量になりましたね。シリーズも40番まで来ましたね。今、うちのところが、編集してるのがちょうど100番のシリーズやってるんで、そうすると、4分の1じゃないか、10分の4だから、5分の2ぐらいまでは来ましたね。もうちょっとで半分ってところですよね。あとは50いき半分ですかね、とはいえ。こっから1シリーズあたりの、ね、本数は増えるのと、細かい動画がいっぱい増えてくるんで、それなりにかかると思います。一応ちょっと画面戻しましょうか。この43まで終わりましたね。これで40のシリーズが終わりやから、次が41番のシリーズですね。15時回りました。これで、何時間 15時間経過ですよね。残り10時間切ってきましたね。残り9時間というところを切ってきましたよというところで。投稿、12時からね、投稿してる分が、ちょうど、まだ100いかないか。98本。ですんで、累計で108本までは来ましたね。90本上げてくぐらいのペース予定だったんで、ああ、それは超えてきてるな、いや、言ってあげてますね。こっからですよね、追い込みね。正直ね、やっぱ目が来ますね、こんだけずっとやってると。まあ、普段もね、休日、編集がっつりやるよっていう時はもうほぼほぼ同じぐらいね、画面見ながらやってるんで、まあ、あれですけど、今回の場合はね、動画投稿エンコード完了しましたよって出たらね、すぐ動かないといけませんからね、ここが秒を争うんでね、まあ実際のところはね、そこまで秒まで詰め読んでもね、そんな差して変わらんのかもしれませんけどね、ダメなんですよ、こういうのね、エンコード時間 ね変な日止めてると手すき時間になっちゃうじゃないですか。それはね、タクト保持の意味合いでいくとね、非常に良くないですからね、工程的にね、その工程の、作業効率っていうところでいくとね、そうなんですよ。皿洗いとかするときもね、いかに食洗機を止めないかですからね、あっちに皿ね、ガンガンどけて、次のやつを、ね、すぐに差し込める状態にしておく。結局、あそこだけが一番早くも遅くもならないんで、食洗機をかけてる時間っていうのがね、なんで、いかに食洗機を止めないかっていうところに、置いてましたね。ですから、8割ぐらいでも、流してましたし、ですから、うちの時はずっとジーパシャパシャね、ずっと鳴り響くっていうね、ピーって音が鳴ったらもうパーンとかして、ドーンと次のやつ入れるっていうね、のに、精力を注いでましたもんね。その感覚ではありますね。エンコード時間だけどうしようでも、早く、これ以上早くすることはできないんで、あ、手に取ったら、やべ、すまんね。来た。よいしょ。何だっけ。6までやったから7だ。やべえ。目薬さすのも一苦労です。これ多分短いですからね、確か6歩は。6歩ですもんね。次が12分やから、ちょっとここで休めるかな。あ、その次は19分のもあるし、ここはちょっと、目を休めるポイントかもしれませんね。
あれですね、今さらアップロードし忘れとる動画を見つけてしまいましたね。まあ、マックアップに残っとるかな。うわぁ、たまにあるんですよね、こういうことが。12回上がってねえんだ。あ、削除、いや、特に計画とか受けたらあれじゃないですもんね。はぁ、おぉ、この、あれですね、ネットですね。うおぉ、よっしゃー、17時間経過ですね。取れてんのかな、これちゃんと。大丈夫、取れてるね。17時間経過ですね。長い、長いですね。今ちょうど41番の、三木鉄道のターミナル駅、三宇治大社の旅式のアップロードの処理が今やっと全部終わって、今最後の作品のエンコーデンというところですね。いやー、一気に来ましたね。これで211になるんで、211の、プラス10の、221。まだ来ましたね。もう、ストップしてあったのも、あと2本で16時でも交換されましたんでね。いやー、すごい量ですね。もう1日だけ、これな、本当に何本行くんだ。えげつない量が、出てます。だいたい10分に1本。ぐらいにはなってきてるのかな。こことかは6分ぐらい。やっぱ短い、短ければってわけでもないのか、16分。まあ、単純にあれですね。私がすぐにできてないところもあるってことですね。まだ改善の余地はありそうですね。いや、でもね、24時間はね、結局集中力がそんな、バチバチ微動だにでやろうと思うとね、やっぱもう今もたんすね。昔はね、もう、そういう感じでね、接客業やってましたから、それはね、24時間ね、そのお客様にね、無駄なことをね、する時間なんてね、店員にはありませんからね。ですけど、さすがにね、きついですね。これは、誰が望んでるんだ、この開業10日。ニコ動さんから苦情来ねえか心配です。大丈夫かな。